ガエターノド・ドニゼッティは、イタリアのベルガモに生まれて、同地で没したオペラの作曲家。ジョアキーノ・ロッシーニや、ヴィンチェンツ・オベッリーニと共に19世紀前半の、イタリアを代表するオペラ作曲家として、人気を博した。オペラは70作品ほど作られたが、現在上演される作品はそれほど多くなく、初期作品は未だ日の目を見ないものもある。セリアでは、ランメルモールのルチア、 アンラ・ボレーナ、ルクレツヤ、ボルジア、ブッファでは、愛の名薬、連帯の娘、ドン・パスクアールなどが人気がある。悲劇にも喜劇にも代表作が複数列挙できる、比較的数の少ないタイプの作家である。ジュゼッペ・ド・ニゼッティ・ガイターノの兄ジュゼッペは、当初は軍人としてオスマン帝国に駐在したが、その後は軍学隊の洋楽教師となった。後に、 オスマン帝国の事実上の国家となったマーチなどを作曲し、その功によりパシャの称号を与えられた。ありがとうございます。